太蔵さん、はい、今日の一言お願いします。今日の一言はですね。好きこそものの上手なれ。うん、もう、これに尽きるなと思いました。もう、いちご好き。たもぎだけ好き。あと胡蝶蘭大好き。<laughs> やっぱり。好きだからこそね、もう一つのことにこう極められるし。なんか、そういったのが、なんか、こう、経営の。原点になってるんじゃないかなと、うんうん。非常に面白かったです。ですね、はい。もっと見つけられるかもしれない,、ねいやもっと。なんか、どうない、いろいろありそうですね。そうですね。楽しかったですね。 ここまで特集でしたではここで番組から悲しいお知らせをしなければなりません K ナビでも番組コメンテーターを務めていただきました吉見博さんが今月2日病気療養中のところお亡くなりになりました北海道大学経済学部の学部長などを歴任しまして番組でも道内経済について鋭くも温かい解説をしていただいておりました すごく、ね、悲しいお知らせとなってしまったんですけれども私同僚少し年上の同僚だったんですけれども、うん、あの一緒にです、ね、台湾に出張したことがあるんですね、うん、でその時に早起きしてですね鉄道の非常に好きでお詳しい先生だった。うんうん であの研究者としては会計学監査論の分野で数々の学会賞などを受賞されていて一流の研究者でいらっしゃいました、うん、そして本当に快活で学生からも同僚からも本当に心の底から慕われる先生だったので、うん、こんなに早くお亡くなりになって残念ですご冥福をお祈りいたします、はい、まだ61歳だったということでね本当に悔やまれるところです、はい、心よりご冥福をお祈りいたします それでは今週のケイナビはこの辺で失礼します。また来週です。